こんにちは。今日なんですけども、今日はなんとドバイからナタ社長をゲストにお迎えしております。帰ってきたナタ社長です。怒られるもん。はい、改めまして、ドバイ在住のミリオネアマインドセットコーチのタイちゃんでございます。タイです。皆さんこんにちは。はい、ラテオミオ。タイちゃんが私の前の動画に出てもらったのは、オーチャードのアイオンというショッピングセンターなんですけど、そこの上に住んでいらっしゃって、はい、そこのルームツアーをさせて、やったよね、やったやった、そうそうそう、やったやった、はい、なぜかいつの間にかシンガポールからいなくなった消えたパ社長怒られる怒られる。でもまずなんで急にいなくなったの。気づいてなかった。あれですよ、ドバイか、じゃあシンガポールから日本に帰ってた時に、うちの夫がそうだドバイに行こうってなったんですよ。シンガポールやっぱさ、帰省あの時めちゃくちゃ厳しかったんだよね、いろいろね。それなんか住みづらいみたいなこと感じた。うちのなんか夫は自由を愛する男だから、もうなんかちょっともうちょっと緩いところがいいねって言って、で毎回ドバイ行きたいって言ってたの、前々から。あと 2,3 年後にって言ってたんだけど、それが早まってドバイに行っちゃった感じだね。差し支えなければ、旦那さんって何してんの。旦那はマーケッターです。マーケッターだし、あと投資もやってたりとか、だから別にどこでも仕事できる、パソコンさえあれば、オンライン環境さえあれば。タイちゃんはコーチング、コーチング今でも日本に向けてコーチングセッションとか講座やって、あとオンラインタイサロン、タイサロンやってます。なるほど、はい、タイサロン。実際どう、まずズバリシンガポールとドバイどっち住みやすい。いや、これすっごい悩ましいんだけどさ、正直住みやすいっていう日本人の視点で言ったら、シンガポールが住みやすいと思う。なんでかっていうと、まず日本のものが手に全部入るじゃん。食料品とか、こういうレストランとかの和食とか、何でも困らないよね。まあね、多いもんね。多いね。アジア人がやっぱり多いから浮かない。浮かない。浮かない。アジア人だから。馴染んでると思う。十分浮いてんで。でも浮くことに関しては別に平気でしょ。そんなの。全然平気なんだけど、あのね、ドバイ行きと思ったのは、自分の顔がめっちゃ薄いなと思った。みんなも目とかすごいし、目力半端ないし、あとなんかこう。なんていうの、存在感とかがすごい、なんか自分がすごい薄い人になる。ちょっとこれはさ、あんましいい子とか悪い子とかだけどさ、シンガポールってすっごい綺麗な人あんましいなくない。そこそこ綺麗な人いるけどさ、うわーってそんなにいなくない。いわゆるこうなんか振り返っちゃう人とか、ドバイがめっちゃいる。もう5度見とかするし、男の人もね、アイキャンディーが多い。そう、めちゃくちゃ綺麗なのよ。なんか自分がさ、すげえチンチクリに見える。なんか9等身とか10等身とかさ、いてさ、やたらと美男美女が多い。世界からやっぱりインフルエンサー来てるんだと思う。物価が高いイメージはあるんだけど、どう？ぶっちゃけコンドミニアム の家賃は同じぐらいか、ちょっと今シンガポールが高いかもしれない。ドバイ土地がまだまだあるわけよ。砂漠だから土地いっぱいあります、まだまだいっぱい建ってます。コンドミニアムがガン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 建ってるの。一部は都会だけど、もうちょっといたら砂漠な感じ。砂漠な感じ。だから結構歩いてても砂とか飛んでくる、バーって。だから砂がすごい。よく言うのがさ、ドバイってさ、結局国は広いけど、なんか行動範囲がめっちゃ狭いって。あー、でもね、確かに。いや、でもシンガポールよりは私は広い気がするし、アブダビとか行ったりとかさ、砂漠ツアーとかさあるからさ、ああそっか、そっか、砂漠の、あの何、ラクダ乗ったりとかさ、デザートサファリとかあるんだけど、あとなんかこう、なんだろう、世界一高いタワーとかさ、世界一でかいモールとかさ、世界一の長いスキーとかさ、そういう世界一がドバイ好きだよね。観光やな。ね、観光観光、でもそういうのって結構シンガポールとかめちゃくちゃ高いやん。ドバイも高い。高い。観光観光。ちょっと遊ぶとやっぱり、なんだろう、プールとか行っても一人6,000円ぐらいかかるな。シンガポール一緒くらいにね、高いよね。移動は何なん？車？移動は車。
自家用車、自家用車か、まあ、タクシー、あっちもね、グラブみたいなのがあって、ウーバーがあるから、うん、一応ね、電車もある。あ、そうなんや、電車ある。私乗ったことないんだけど、1年間でまだ乗ったことないんですけど、電車は便利らしい。その食事とかローカルフードが食べないの、どんなの？あのね、アラビアン料理みたいなやつがあって、うん、なんかこう、煮込んだものとか、うん、なんだっけ、キャバブみたいなやつ、お肉、うん、だから牛とかラムとか鶏とか、豚は食べないじゃん、うん、イスラムだから、うんうん、イスラムだから豚肉はすごく食べにくいよ、ね、お酒もない、お酒もない、お酒はないというか、お酒があるのはホテルの中か、ね、ホテルにつながってるレストランだけなの、うん、こういうところはないの、お酒が飲めないの。あとすごい高い、この前1回ワイン頼んだらグラスワインで9000円ぐらい、ボトルじゃなくてよ、ね、おはようごを破産するやん。でも普通だったら男性でグラス3000円ぐらいじゃん、ワインでも。酒税が高いわけ。高いんだよね。スーパーとかで売ってるのも高いね。スーパーお酒売ってないの。じゃあスメグリーン。スーパーにお酒ない。お酒買うなら免許がいる。そうなんですよ。びっくりだよね。もう私のドバイのイメージはさ、なんかその結構さ派手にさ、やってる人が多いイメージじゃん。そのガーシーとかさ、え、ガーシーもドバイ行ったん？そうだ、ガーシーさんドバイにいるらしいですね。知らんかった。知らないんだよ、ね。え、青白王子も？噂はあるよね。ね、あと与沢さんや。与沢さんはドバイに今いらっしゃるよね。さやさん友達なの？私は友達いない。友達いないの、皆さん友達になってください。でもやっぱり知り合う人が全然こうさ、シンガポールの人と全然違う人と知り合うのが面白いなと思います。中東の人だし。なんかシリアとかって戦争とかすごいある国とかさ、レバノンとかさ、出会わないじゃん、そんなの。世界が身近だね。身近になるよね。中東、あとアフリカ人もいっぱいいるからさ。でもお嬢さんは娘はね、全然平気で、娘は相変わらずで、いつもあの How are you? って聞かれるとハッピーって答えて、かわいい、ハッピーって言ったら、みんなにハッピーゴーって言われて、いいね。そうそう、インター行ってんの。そう、娘は今ブリティッシュ系のインターに行っていて、うん、そこはね、なんと70カ国の国から来てます、子供たちが。日本人はいる？日本人は娘の学年ではいない。あ、それって何人ぐらいなの、一クラス？一クラスで25人が、3クラスか4クラスだったかな、それくらいです。はい、でも今のところ思ったのは、コンドミニアムは多分シンガがちょっと高い、割合的にすると。学校はこっちの方が安い、ドバイの方が安い。ドバイにいる？なんかドバイのやっぱり食事がちょっとやっぱり少しなんかがっかりするところもあって、なんか高い割には満足度がなかったりするところもあるから。ミシュランとかも？ミシュランも全然あると思うんだけど、多分恐ろしく高いと思うんだよね。でもやっぱりなんかドバイもうすぐ住みたいなと思ってる。あと12年、それは一番好きなところは何？街がやっぱり綺麗で、シンガポールも綺麗だ。安全で、あとなんかこう、なんか気持ちが上がる、安全安全、全然置き引きとかもないし、あとみんなすごく優しい、親切、みんな親切。私さ、うん、そんななんか対抗するわけじゃないけど、もちろんもちろん。シンガポールもめっちゃ綺麗だし、人もみんな優しくない？優しいよね。それ以上なんかでも本当にもちろんシンガポールも優しいんだけど、みんなね、でもドバイの人だって本当になんか特に子供に優しいんだよね。子供優しいじゃん。優しいか、対抗してる。シンガポールもドバイも小銭に優しいってことだよね。優しいよ ね、 優しいとこ、うん、あとはちょっと思うのは、シンガポールにいた時私超英語とか全然勉強しんかったんじゃんね、うん、もういいじゃん、適当で単語でいいじゃんとかさ、通じるもんね、通じるじゃん。ドバイも別に通じるけど、ドバイの方が、あ、英語ちゃんと勉強しようって思えたの。みんながちゃんと話すから英語を。シンガポール結構シングリッシュの文化じゃない？あの、ちゃんと英語やろうって思ったのがドバイ来てからだから、そうそうそう。分かった。サイちゃんは、なんか綺麗なものが好きじゃん。もともとその天秤座だしね、私ね。あ、そうなんだ。天秤座だからね、綺麗なものが好きだよね、みさちゃんね。大好き。星海コーチがここにいる。大好き。なんかやっぱさ、そのなんか街にいる人とかさ、人がそう綺麗、美しかったり、それがなんていうのかな、心とかじゃなくて、なんか見た目とか、うん、で
する景色とか、うん、そうです、そこでしょ、でゴージャスなものが好きでしょ、好き好き好き、だからだわ、なんかね、やっぱ人がすごくみんな綺麗な人が多いから、うん、ちょっと頑張んなきゃなって気もするんだけど、で英語も綺麗、英語も綺麗、そして英語も頑張んなきゃなってなるんだけど、うん、そこに自分を身を向きたいから、それはあるかもしれない、それはあるかもしれない、だと思った今、でもシンガポールもすごく好きだし、うん、今回やっぱこうね、1年半ぶりに帰ってきた馬車長からすると、うん、やっぱシンガポール食最高だよねと思って、うん、本当に昨日は焼肉エストに行って、今日は小池に行くんですけど、明日はトリキンに行くんですけど、最高痛風だね、痛風痛風の池は、まあ、日本よりこっちの近いしな、そうだね、行くのな、そうそう、あと緑があるからいいよね、緑が、あ、どこやっぱ砂漠、ドバイは砂漠だから砂がいっぱいあるけど、その砂の国なるほどね、でもさ、シンガポールはさ、やっぱりさ、どっちもあるじゃん、その綺麗なところもあったり、その、うん、観光地とかマリーナベイサンズとか、うん、マリーナの方だったらめちゃくちゃ綺麗だし、オーチャードとかもめっちゃ綺麗だけど、ね、ちょっとさ、あの一駅先にはめっちゃローカルな暮らし、団地があったりとか、ホーカーセンターがあったり、なんか人もさ、みんな B さんでなんかそうだよ、タンクトップのヨレヨレでみたいな、でもみんなベンツ乗ってたりするんだけど、あ、そうだよね、うん、でもなんかすごいそのどっちもある国がシンガポールだけど、なんか違うんだよね、ドバイもあるよ、そういうローカルなところとか全然あるよ、そのなんかインド街とかもあるし、 あるんだけど、そこはあんまり行くことがないかなと思うんだよね、あとやっぱなんだろう、あとパワーがすごい、あのね、もう分かった、シンガポールって平均年齢いくつぐらいか知ってる？知ってる？シンガポール。日本がさ、47ぐらいじゃん、平均年齢。ドバイって27歳なんだよ。みんな年寄り全然いないの。若い。からエネルギーが多分高い感じがする。ドバイは 90% 移民だから。だからもう勢いとかさ、エネルギーとかさ、あとなんか夕方とかの街並みとかもう人がわさわさわさっているわけ、わさって若い人がいて、うん、活気がすごいね、でもなんか自分も元気になる感じがする、それ以上それ以上わーみたいな、わーって感じになるのが好きかな、あーいいね、たえちゃんすごいいいと思う、エネルギッシュな感じがする、うん、そうだね、そうね、そんな感じかな、よかったね、ね、あでも、うん、あのシンガポールも大好きです、そうだね、はい、でもまあ、ね、いろいろ行けるしさ、ね、そうだね、うん、行ったり来たりね、これからかやちゃんの YouTube は何撮ろうと思ってるんですか、 YouTube はシンガポールとドバイの違いをちょっと撮りたいな、サミさんも一緒に入ってほしいんだけど、じゃあ続きはかやちゃんの方の動画でまた、はい、また違う話、撮ってたらもしかして続きはじゃあ、はい、また、また帰ってきた時教えてね、また帰ってきたバサッと撮りましょうはい、ということでまたこんなゲストを招いた動画がいいなと思ったらいいね、チャンネル登録お願いします、実はリサさんも、ね、実はリサもあ、ごめん